私と賭けをしない？どういうことかな。今度の期末テストで私があなたより高い点を取ったら、今後は私への妨害行為をやめてほしいの。それで私が堀北さんに勝ったら？その時は私が自主退学を申し出る。ふーん、ペアじゃなくて個人戦がしたいってこと？ええ。何それ、勝負にならないよ。私テストじゃ堀北さんに総合点で勝ったことないし。総合点ではなく、期末テストで行われる8教科のうち一つで勝負しましょう。自由に科目を選んで構わないわ。へえ。不満はある？それただの口約束だけになる可能性もあるんじゃないかな。結果が出てから負けた方が知らんぷりすればいいんだし。そうならないよう確実な承認を用意したつもりよ。承認？久しぶりだな、クジラ。私のこと覚えていたんですか？一度見た人間のことは忘れない。この学校の中で私が最も信頼できる人、クジラさんにとってもある程度信用のおける人なんじゃないかしら。私たちの事情は興味はない。俺はただ証人として呼ばれたに過ぎない。いいんですか堀北先輩、もしテストで妹さんが負けたら。賭けを持ち出したのは妹なのだろう。なら俺が口を挟むことではない。本気なんだね堀北さん。いつまでも立ち止まっていられないの？いいよ、その勝負乗ってあげる。希望科目は数学、打点なら無効かな。成立だな。万一どちらかが約束を違えた場合には覚悟してもらう。